間違わずに、うん、奴隷ではなく王様になれって話だ。どうも、不動産営業の小林大輔です。小林さん、はいよ。不動産投資をするにあたって、うん、大体銀行から、うん、あの融資を受けることになるかなと思うんですけど、そうだね、なんかミスると、うん、その銀行の奴隷に一生なってしまうみたいな恐ろしい話を聞いたんですけど、ああ、ね、実際そうなんですか？ミスると確実に銀行の奴隷です。確実なんですね、うん、でも絶対奴隷にだけはなりたくないじゃないですか、もちろん。なんでちょっとそれ回避する方法をちょっとさすがに知っておきたいなと思って、うん、そういうこと。 OK、 じゃあね、今日は銀行の奴隷にならないために何をしなきゃいけないか徹底解説していきたいと思います。具体的に銀行の奴隷になるっていうのはどういう状態を言うんですか？ OK、 あの簡単に言うとさ、金利が高くてさ、払っても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 元本が減らないっていう状態、利息だけ払い続ける。簡単に言うと。なんでそういう状況になってしまうんですか？簡単に言うと、金利が高いのはまず一つと、はい、売却すると実勢とか考えたら損するから売れないっていう状況がある。あ、買った時よりも下がっちゃってるから。そう、もう完全に一生奴隷だよ。元本が毀損されるパターンっていうのは結構多いんですか？そう、あのね、地方の高利回り物件にすごいよくあるんだけど、はい、そもそも目いっぱいフルローンとかオーバーローンで買って、はい、喜んでるバカがいっぱいいるんだけど、はい、割高なわけよ。これが金利が高かったらさ、はい、元本が全然減らなくて、はい、金利ばっかりずっと払うんだよ、はい、でそれがやばいって気づいた時には、はい、もう遅くって、はい、売却しようとしたら残債よりも低くしか売れないと。何千万下手したら何億も一生金利を払い続ける奴隷になっちゃいます。持てば持つほど債務超過がこう広がっていくっていう、そういうこと。それに加えて何かあったんですか？あのさ、それに加えて必ずさ、不動産って保有すると入退去を繰り返すでしょ、はい、でそこで絶対に退去をしたら原状回復工事っていう最小品化のための加工が必要になってくる、はいはいはい、でこれが残念ながらそもそも地方の小売前なんか買っちゃってるとさ、本来入居者がきっちり負担して払ってもらうべきものを全部オーナーが負担してるケースってめちゃくちゃあって、あ、敷金だけじゃどうにもならない、ね、そう、要は手出しを全部オーナーさんが負担してる場合があって、はいはい、貯金通帳からさ、じり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 預金が減ってくっていうような状態になってくる。でそこで最後にとどめが、まあ、保有して5年とか経つと、例えば外壁塗装防水をやんなきゃいけないとなったら、管理会社からドーンって3000万4000万のリフォームの見積もりが出てきて、ニッチもサッチもいかなくなる、そして死にます。とどめを刺されるわけですね、はい、そこから融資とかでカバーすることはできないんですか？うん、あのね、これ実は買ってる時に物件の価値、実力値以上に変えてオーバーローンだって喜んでるバカがいっぱいいるんだよね、はい、これでずっと返済していくんだけど、どんどん価値が目減りしていくスピードの方が速くて、はい、債務超過が広がっていくじゃん、はい、さらにあれ、なんか儲かんねえな、え、次融資しねえなーなんて思いながらさ、はい、で入退去に伴って要は全然さ、その手元資金がたまらずに、むしろ通帳から金が減ってって、そうなると大規模修繕がドーンって出てくるんだけど、はい、その時に政府系の金融機関からお金を借りるって言ってもある。だけどこれさ、一旦大規模修繕借りたとてまた発生するから。確かに。そうだから、そもそもこの物件を持ち続けたとしても、はい、実は最初に購入している物件がそもそも買ってはいけないものであれば、銀行の奴隷になれるような条件で借りてしまうと、はい、必ず死にます。奴隷契約を延長してるわけみたいな。そういうこと、もう延命してるだけだから。最後は自己破産。実際、うん、そうやって銀行の奴隷になってしまうパターンって、うんうんうん、どういうパターンがあるんですか？ OK ね、じゃあね、あのこれね、実際ね、3パターンあるんだよ。これ1個1個解説していこうか。お願いします、うん、1つ目、そもそも金利が高い。あのね、分かりやすく言うとさ、例えばじゃあ2億円を借りたとしよう。これ金利 4.5% と金利 1% で、借入れ期間がもう30年としよう。これで金利 4.5% で累計で支払う金額、総額3億6500万ぐらいなので、逆に金利 1% で今30年借りた場合2億2000万なんだよ。30年借りた場合の金利 4.5 と 1% の差が1億4000万近いってこと。
あ、全然違いますね。そう、金利 1% の違いがでかすぎますね。そう、何が怖いってね、元本が減らないの。はいはい。金利が安かったら元本どんどん減っていくんだけど、はいはい、金利が高いとさ、金利部分最初に払ってるから、はいはいはい、もうね、とんでもない金額を銀行に上納することになります。一生借金から逃れられない。まさに奴隷。二つ目、地方高利回り物件の元本毀損物件を買うってこと。これはやっぱり建物がどんどん減価償却していくから、うん、そう、だから、ね、価値がどんどん目減りするってのはそういうことだからさ、はい、要は売却取るのがしんどいってことよ、はい、次の投資家も融資がつかないと、うん、そもそも買ってくれないでしょ。そうですね。ってことは目いっぱいフルローンオーバーローンやりました。そもそもさ、価値のないものにさらにお金借りてるわ、はい、もっと言うと土地なんかもっと2割とかで残り全部建物だったりするとさ、はい、とんでもない状態で、はいはい、いやー俺フルローンで買えたんだよなんて喜んでるやついっぱいいんだけど、はい、もうね、持てば持つほど価値が目減りしてって、売却するよって言った時には売れませんから。じゃあもうそのままゴミをずっと一生抱える羽目になる。そうか、もしくはもう要は貯金が例えばあったら損切りするしかないね。そうですよね。この銀行に奴隷になってる方ってめちゃくちゃいると思います。いや、知らなかったらやっちゃいますね。そうだから知らないってのは無知こそね罪なんですよ。いや本当にそうですね。そう、3つ目、フルローンもしくはオーバーローン。これ何でしたっけ。うん、フルローンっていうのは物件価格と丸々融資が出ると。ああ、じゃあ持ち出しなしで。そういうこと。で、ただ、諸経費は持ち出しねってなる。はいはいはい。諸経費大体 8% ぐらい一般的にかかるから、はい、物件価格の 8%。だから、まあ、俺はいつも 10% ぐらいざっくり見るんだけどさ、修繕含むよね、はい。なんだけど、オーバーローンっていうのは、物件価格1億だったら、その1億1000万円しか出るってことよ。はいはい。すなわち、本当に一切出だしがなしっていう状態が、オーバーローン。はいはい、俺1億の物件、銀行が全部貸してくれたって言うんだけどさ、はいはい、そもそもそれ、もうね、ドボンですって話。買う物件がさ、前述したように金利が高くて元本毀損する地方の高利回りっていうのはさ、はい、価値が目減りしてくるでしょ。で、価値が目減りしてくるのにさらに大きく借りてるオーバーローンなわけじゃん、はい、ってことは買いが激しくなるよね。そう、この物件の実力値に対して買いが激しいってことは、はい、損してるしかなくなるわけ。どう考えても損します。そう、だからね、このそもそもオーバーローンフルローンっていうのは非常に危険です。で、最終的に大規模修繕工事でとどめを刺されると。だから入退去さ、絶対にユーザーに負担してもらってる優秀な大家さんって、はい、少なくとも地方の小売り買ってないはずよ。いや、そうなりますよね。そうで、ってことは入退去ごとにどんどんお金が30万50万減ってって返済余計運動全然減らないの。はいはい。あれやばくね、これじゃあちょっと売ろうって言って、じゃあ物件の査定出したら、要はそもそも買った金額から数千万単位で損する金額でしか売れませんみたいな。地獄だ。そうで、その損が許容できたらまだ命からがら逃げれる。キャッシュがあれば助かる。そうだけど、ない人が買ってたりするから、はいはい、もうね、一生銀行の奴隷です。自己破産するしかない。まあ最悪か、もう持ち続けてやるか。あとはまあやっぱりさ、実際過去にお世話した人もいるんだけどさ、すっごい優秀な方なんだけど、やっぱり地方の購入前買っちゃってさ、もう自分でトンカチ叩いてキャッシュアウトしないように頑張ってやる。払えないわけですもんね。そうそうそう、だから入退去、だって商品化しないと客付けできないから、自分でトンカチ叩いてリフォームをして再商品化してで貸してる。そうだ、奴隷にやっぱなりたくないじゃないですか、みんな。それはもちろんそうっすよ。どこまで M なんだって話だよね。ほんとそうっすよ。ちょっとどうすればいいのか教えてほしいんですけど。OK。あのね、地方の小売回りの、要は融資セット販売は買っちゃダメです。買っちゃダメっすね。うん。あの地方の小売回りってさ、元本毀損していくわけ。はい、だから物件っていうのはね、なんでじゃあ一生奴隷になり続けるかって、まず金利が高くて上に売れないから奴隷なわけでしょ、はい、じゃあ 売りたい時にすぐ売れたらいいわけじゃん、簡単に。そうですね。ってことは地方の小売回りじゃなくて、都心の一等地の元本毀損しないものを買うっていうのがまず一つと、はい、あとは金利 4.5 じゃなくて金利 1% 前後できっちり安く調達していけばさ、すごい勢いで元本が減っていくからさ、さらに言うとどんどん返済していくと含み益になってるから、いつでも実勢価格で売れるし、いつ売っても全部その払った分が貯蓄になってるからさ、換金できるわけでしょ。そうだから、そもそも論地方の小売回り融資セット販売っていうものを買ってはいけないし、そういう物件でフルローンオーバーローンやるのは間違ってる。で、一方でさ、こっちの物件でフルローンオーバーローン素晴らしいよね。そうですね。だって価値が減らないんだから。そうですよね。だからそもそも論買うものを間違ってしまっては一生銀行の
ドヘになります。間違いなくそうですね。そう、金利 1% って実際借りれるものなんですか？うん、全然全然、あのもっとね、まあ、いや資産家の方は金利 1% 切って借りてる人もいるし、はい、分かりやすく言うと銀行ってさ、まずは物件評価が先なわけ、はい、でその後にその物件がどこまでお金が出せるかってまずはストレステストをかけた上で、うん、次その属性評価って言って、うん、この YouTube を見てらっしゃる皆さんの、うん、持ってる資産とかさ、はい、年収とかっていうところ、あとまあご家族構成とかね、はい、全部見て最終的にどのぐらいの金利を出すか、どのぐらいの額、どのぐらいの期間かっていうのが出てくるからです、はいはい、だからそこでそもそも買うものが先なわけでしょ、はい、買うものを間違ったらこれはどう頑張っても奴隷にならざるを得ないじゃん。そうですね。そうだから買うものを間違わずに奴隷ではなく王様になれって話。ああ、分かりやすいですね。ありがとうございます。うん、実際に、うん、例えばその金利 1% で借りたいってなった時に、うん、準備しておくべきこととかってのがあるんですか？うん、あのね、実はね、金融機関もバカじゃないからさ、はい、そもそも都合がいい話なんだよね。これから買う物件に対して銀行が査定してくれて、お金貸してくれなんていうのは、実はこれ、はい、あの、ファイナンシャルのテクノロジー以外の何物でもなくて、はいはい、金融機関もさ、その人の、資産性とかさ、年収とかっていうのをやっぱりさ、短期的じゃなくて、中長期的に見てちゃんと把握をしたいわけ、はい、だからまずは買いたい物件のエリアが融資対象になる金融機関と小さな取引をまず始めた方がいいね、はいはい、でこれは預金するってだけじゃ全く彼らのメリットにならないから、例えば本当に車を買うでもいいし、とにかく融資の実績をまず小さく始めるっていうところがまず一番大事。なるほど、そこの実績を見てくれるわけですね。でさらにそうなるとさ、ね、毎年ね、その金融機関からさ、返済にまつわる話で決算書出してくれって言われたりするんだよね、はいはい、でこの毎年決算書を出すっていう関係性がめちゃくちゃ大事で、はいはい、金融機関は基本的にこの我々法人の成績表である決算書に基づいて格付けをしてるんだ。はい、この人は貸していいかどうかっていうのをランク分けしてる、はい、急激にボーンって上がってその次バーンって下がるよりも、はい、ちょっとずつちょっとずつ成長していくっていうのをきっちり見せれることが大事。まあ、そっちの方が健全に見えますもんね。そうだからね、あの増収増益を一発短期的にやるんじゃなくて、やっぱり5年10年15年ってきっちりやっていくと全くやっぱ信頼感が変わってくるからさ、はい、で当然こう日本の税制設計上さ、会社にお金残そうと思ったらそれなりに税金ってきっちり継続的に払っていかないと残らない仕組みになってるわけ、はい、ってことはやっぱりその赤字会社にはそもそもお金貸さないから、ね、税金払うんだって言って節税で赤字にしてるっていう話は本当愚の骨頂です。なるほど、ありがとうございます。はい、今日のまとめです。銀行の奴隷にならないためにはそもそも地方の高利回り物件じゃなくて、やっぱり元本毀損しない、都心の物件に限られてる、まず一つ。あとはあの金融機関ってさ、一足飛びにお金なんか貸してくれないから、だからやっぱりきっちり時間をかけて信頼関係を構築していくっていうようなことが一番大事。今日の明日とか明日の明後日資産が欲しいっていう人にはまずこの不動産が向いてません。そういうことですね。うん、堅牢な不動産資産を退職金として作りたいっていう方のために不動産っていうのはあるからさ、地方の氷前に飛びついたりとかさ、安易にフルローンだって飛びついたら結果的に銀行の奴隷になってしまうっていうのが今日の話の内容ね。なるほど、理解できました。うん、ありがとうございます。はいよ。今回も動画を見ていただきありがとうございました。このチャンネルでは不動産投資で損しないための情報を今まで培ってきた経営ノウハウを織り交ぜながら体系的に発信していきます。チャンネル登録、高評価、コメントしてくれると嬉しいです。次回の動画でお会いいたしましょう。またなー。小林さんいつもこちらからの制作のご連絡とか、うん、夜中でも返信いただけるじゃないですか。そうだね。いつ寝てるんですか？でも大体毎日3時半とかには寝る、用意してる。あ、でも結構夜更かしに、ね、言うて昼まで寝てるから。あ、そうなんです。早起きではないんですね。全然。割と僕も夜型なので、そうタイミングがあってやりやすいです。夜型のは助かる。なんか夜型って生まれつき決まってるらしいです。え、そうなの？なんか遺伝子レベルで夜型朝型って決まってるらしい。夜型推奨してる話かな、っていう話にしましょう。そういうことな。はい、ありがとうございます。はいよ。